センター街行きました。暑いな。今日もめちゃめちゃ暑いです。なんかおもちゃ屋が多いな。で、今日はですね、この尾道の街を歩いていくわけですけど、ディープな面影がねありますね。ちょっとなんか京都みたいな。京都っていうか、まあなんだろう、伏見稲荷を思い出す。全部登ってきました。暑くてもうリポになってないです。もうどこに行ってるのかもちょっとねわからなくなってきました。でもとりあえずね、目に広がるものがちょっと廃墟みたいな感じかな。建物が見えてきてるわけですけど、
結構ね降りてきました。これどこ続くかちょっとわからないですけど、まあ間違いなく下に降りてってる感じなんで、まあこれこっからねどれぐらいの距離かわからないですけど、尾道駅まで行けたらいいかなと。まあ要は目的地、出発点の場所にね戻ったらいいという感じで頑張っていこうかなと思います。よし、尾道駅来ました。懐かしの自販機があります。こんなところに。全体的に結構懐かしい感じですね、雰囲気が。ところどころでこういう感じのお地蔵さんある。ちょうど一周戻ってきた感じです。さっき入ろうとした本通り商店街かな、見えます。元の場所に戻ってきました、ね、ここをちょっと一周したような感じかなと思います。はい、ちょっとここ行きます。
子屋さんになってるみたいですね。餃子屋とか。各種200円。こんな感じです。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。